10月16日から始まったるろうに剣心コラボから相良佐之助を紹介。勢力は赤包帯絡みなのでクロー。ニコス槍武力8知力1気合とニコ島と同等のスペック。特技気合が当たれ強い佐之助らしい。兵略は式後の単体強化で武力が弱上がり武力ダメージを軽減。兵力が徐々に回復し槍オーラがなくなる代わりに突撃してきた牙を弾き飛ばす。効果時間は約18カウントと長く特技気合も相まって粘り強い。斎藤からは天性の打たれ強左右に防御のいろはも知らんと称されていて、相手の突撃を受けつつ反撃するのは左のジョのらしさが出ていて良い計略。作中トップレベルのキャラたちからは練り度で劣る扱いを受けるものの、体格や腕力を強化してた今作ではまさかの剣心や斎藤と同じ武力発で登場。左のジョ本人は剣心らと同格扱いされてるのを知ったら喜んで張り切りそうなイメージ。古のネットミーム舞台の極みよでも有名で、ニコニコ動画世代には未読だけどこいつ知ってるという人もそれなりにいそう。現在放送中の新アニメは続編ではなく物語冒頭から始まるのでこの機におすすめ。英傑大戦でのコラボカードの印象としては数値採用できる武力8気合に時代特殊で戦費の幅を広げられる時点で優秀。それでいて計略も便利で乱戦では落とされにくいが騎馬突撃への抑止力にもなる強力な性能。突撃を受けて相手を吹き飛ばしている間の敵部隊は実質的に盤面から除外されるようなもので敵の牙に一回を強要させるような使い方もできる。その一方で防護があるとはいえ突撃のダメージ自体はきっちり受けるため突撃一発受ければ落ちる場面などでは注意が必要。一度始めた喧嘩は中途半端じゃ終われねえ。喧嘩第二幕行くぜ。心臓を捧げよ剣族どもよ、立ち上がれ。しばしお待ちを。人間どもから命を奪い返してやれ。一番嫌なタイミングでカットイン入ったね。こういう場合は左上の相手の牙は確実に止める余裕があるからあえてやり出しせずそのまま工場準備に入るのも手だった。次回以降への反省点。ではおさらば。負けてらんない。この機を逃すな。ここだ。よりや者ども、流派発動。三の方一度始めた喧嘩は中途半端じゃ終われねえ。喧嘩第二幕行くぜ。今の4枚デッキは真田幸村やチンギスハンが多かったので完全に存在忘れてました。記憶喪失になってますね。体がもった。貴様心臓を捧げよ。チーム行かせてもらうわ。戦機開放。
一度始めた喧嘩は中途半端じゃ終われねえ。喧嘩第2幕行くぜ。剣族どもよ、立ち上がれ。ではおさらば。私は呂布という名の定めに逆らうわ。よりや者ども、俺を超えるか。マジでやれると思ってたの？今回は2試合やるよ。ドカタは今のバージョンの情報修正でかなり高いカードパワーを感じているので、今後のデッキ開発がどう進むか要警戒。やっぱ俺じゃダメなのか。戦え、食らいつけ、勝つのは俺たちだ。少しは役に立ったかな。くらえくらえ。死に場所としては悪くない。まだ飲んでいたかったんだが。バカね、マジでやれると思ってたの？この気を逃すな。なんだってて動け。体が持つね。心臓を捧げよう。ここで均衡を図る。冠中の冠は冠美の冠ってね。
一度始めた喧嘩は中途半端じゃ終われねえ。喧嘩第2幕行くぜ。くらえ。少しは役に立ったかな、俺。やっぱ俺じゃダメなのか。ここ自分と相手と同時に流派さん溜まってますね。こちらもこのタイミングでボタンを押していたので自分が流派さん叩いたと思い込んでいます。ここで均衡を図る。艦中の艦は艦尾の艦ってね。一度始めた喧嘩は中途半端じゃ終われねえ。喧嘩第2幕行くぜ。くらえ。流派発動。一の方、このタイミングで流派の勘違いに気づきました。もうここまで遅れてしまっては仕方ないので大幅に無駄が出ますが、流派にのみを使う想定でいきます。切り裂け、突き抜けろ。これは俺たちの戦いだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を戦え。戦機解放。俺が決めるんだ。おら！前進せよ！戦機解放。見ろ方、前進せよ。戦え、食らいつけ、勝つのは俺たちだ。目標的中弾、どんどん撃って。くじっていたか。流派発動。もう計略は当てませんが、相手の工場ゲージの溜まり具合を確認するために感覚コインが入る流派を押します。おら、少しは役に立ったかな、俺。やっぱ俺じゃダメなのか。前進せよ。腹を切ります。なんだってて動ける。体が持つ、ね、死に
場所としては悪くない。バカね、マジでやれると思ってたの？ご視聴ありがとうございました。